こんにちは、まるさんですでしたって、おかしい、おかしい、はい、雑誌を紹介している動画を撮ってます。今回紹介するのは、じゃじゃん、すんげータイムリーなんだよ、これがびっくりするほどタイムリーなんですが、ビデオサロンは8月号、2020年8月号ですね。テーマがね、これってライブ配信の教室ってあるんです。ビデオサロンは ある号からっていうのは、まあ、からって言ったらいいのかな、ある号からと言ったらいいのかな。本当にインターネット、特に YouTube 動画とかそういったものをかなり取り上げるようになってきて、単純にね、この映像制作のノウハウ探求マガジンがいい感じで、あのネット動画配信のノウハウが詰まっている雑誌になってきてます。っていうか他にないのよ、これ。YouTube で動画配信したいときに参考になる本とか、YouTube でライブ配信するときに参考になる本っていうのが基本的にないの。まあないのっていうか、雑誌としてはないの。このタイムリーな、例えばどういう機材を揃えたらいいかとか、それからどういうアプリを使ったらいいかとか、本当にね、この、ビデオサロン、すんごい役に立ちます。で、今回のこのライブ配信の教室ということで、最近ね、っていうか新型コロナウイルスの、まあ、感染拡大防止で大きなイベントが中止になったりとか、それから、まあ、いわゆるライブハウスダメ、それとあと人が集まるとかとにかくダメということで中止にするか、あるいはもう一つで、ね、無観客をお客さんなしでやるかっていうイベントがあって、お客さんなしでやったイベントどうすんのって話で、お客さん入れないんだけどやってるイベントをインターネットでライブ配信をするっていうのが一つの流れとして出てきてます。 YouTube もそうなんですが、 YouTube 以外にもこのライブ配信ができるサイトがあって、まあ、どういったノウハウが必要なのっていうのがいろいろとこう書かれています。このライブ配信10年の大まかな流れってあるんだけど、これがね、2010年から書いてるの。黎明期が2010年2012年、成長期が2015年から2017年、安定期が2018年から2019年、最年期が2020年ってあるんだけど、はっきり言おう、この2010年以前があるぞあるんですよ。まあインターネットが出て、さまざまなあのユーストリームもそうだし、 YouTube もそうだし、そういったものが登場する、実は以前に自分のね、自分が持ってるサーバーに、いわゆる動画配信のストリーミングサーバーをインストールして、そこから配信していたっていう人たち、つわものたちも実はいます。なので、まあ、黎明期2010年ってあるんだけど、実はインターネット動画配信、ストリーミングによる動画配信っていうのはもっと前から実はありました。で、まあ、それがあのいわゆるこうサービスとして、クラウドって言ったらいいのかな、まあ、サービスとして始まっているのが、まあ、2010年あたりからいろいろ出てきましたよって感じですね。まあ、その辺はあります。で、今更ね、自分のサーバーにね、ストリーミングサーバーで配信するなんてまずないので、こういったサービスを利用させていただくっていうのがありますね。代表的なライブ配信プラットフォーム10選、 YouTube ライブ、ツイキャス、LINE ライブ、 Facebook ライブ、ペリスコープか、それから、まあ、日本でニコニコ生放送、 Instagram もライブあるんだよね。あとショールーム、 Zoom も実はビデオ会議アプリだけど、あれも考えてみれば双方向の、ね、ライブ配信なんで、あとツイッチなんていうのもあります。パソコンでやるタイプもあるし、スマホアプリもある。音楽ライブ配信の実践テクニックなんていうのもあるし、わ、すごい機材がね、機材の紹介が嬉しいね。これ男の子心すぐっちゃうねなんで男の子なんだろう。あのこういうスイッチがたくさんあるとね、なんかワクワクしちゃうんですよね。まあ、企業の配信を成功に導くディレクションと、まあ、企業さんのライブ配信などもあります。オンライン動画時代のコンテンツ量産術、確かにね、ライブ配信って結構楽なんですよ。あの撮っちゃえばいいんでね。ただ撮ってる最中にカメラを切り替えたりとか、別の絵を差し込んだりっていうのをするには、それなりのビデオスイッチャーが必要になったりとかします。まあ、カメラ何台置くかとか、ね、そういう話になります。この無料ソフトとしてこのライブ配信で使う OBS スタジオ、これいつもお世話になってますみたいな感じですね。これね、ほんと優れもんですよね、 OBS スタジオって。ソフトの中でスイッチングができるんですよ。これがね、すごい、ただそこにするまでね、結構 大変ですけど、一旦これできちゃうと、あ、こんなもんかってことで簡単に配信ができたりとかします。 OBS の使い方かなり細かく今回には載ってますので、これはとても参考になりますね。あとライブ配信で入るテキストアニメーションの作り方、エフェクトで作
作るテキストアニメーション。これもすごいな。これも細かく出てますね。それからね、一番これが重要なのがライブ配信のマネタイズ、お金をどうやって、得るかっていうのがあって、実はこれね、あの YouTube ライブって実は制約事項がたくさんあるんです。 YouTube で、公開、限定公開非公開みたいなのがあるんですけど、で限定公開にして、お金を払ってくれた人にだけそれを見せますよっていうのは、実は YouTube では利用規約違反なんです。できないんです。はい、YouTube はあくまでもそのチャンネル登録者数1000人になって、年間再生時間4000時間になって初めて広告収入が得られるんですが、そうなった時にいろいろこう投げチャットでスーパーチャットで投げ銭ができるとか、そういったのがつくんですね。で、そういうお金の収益の得方をするので、YouTube 動画を、ある意味、なんていうの、フリーライドしてお金を稼ぐっていうのを一応禁止してます。で、その代わり、そのお金を課金をしてアドレス、リンクを相手に送って見せるということでは、同じように Vimeo っていうのがあるんですけど、これは逆に言うと、どれぐらいの容量の動画を置くのでいくらっていう、別の料金体系があります。だから YouTube みたいに無料で動画をアップロードできるんだけど、そういう商用利用っていうのはある程度規制がかかっているものと、それから動画を配信するときにお金は払うんだけど、ちゃんとそういう課金ができる、課金をしてもいいですよっていうサービスがあるので、そこを注意しないと、思わぬ利用規約違反になってしまうことがあります。ウェビナー、Zoom の URL っていうのはウェビナーで配信できるのね。ビデオも大丈夫。ツイキャスも一元でき、あ、ツイキャスライン課金配信を一元化できるサービスを始めました。そうですね。LINE ライブなんかもLINE の中でちゃんとお金が取れて、やるってサービスができたと聞いてます。その辺はね、結構重要なポイントですね。知らないうちにやっちゃうってことがたくさん出てきているので気をつけましょうということです。本当にね、ライブ配信に関してはカメラ何台置くとか、それから、どうやってスイッチングするとかでね、これ本当にね、場数なんですよ。場数でね、やらないとこのノウハウは蓄積できないので、今回のこの特集ですよね、ライブ配信の 教室っていうのはすごく参考になるので、これをもとにしていろんなシチュエーションの中でライブ配信すると本当めちゃくちゃ実力つきます。やっぱりね、最新の商品っていうかな、製品が出ているので、ビデオカメラこれがいいですよっていうのがあったりとか、それから三脚、あと照明、あとスイッチャー、それからレコーダー。このスイッチャーがねすごいんだ。で、実はね、これ見せちゃおうかなもうね、このライブ配信したいがためにスイッチャー買っちゃいました。めちゃくちゃこれすごいのは、本当に3万8000円ぐらいで、あ、違う、35,980円で消費税だから38,000円ぐらい買えちゃうビデオスイッチャーなんですけど、と HDMI が4チャンネル入って、マイクが2チャンネル入って、パソコンに出して、あと HDMI モニターにも出せるっていう優れもんです。これ、こんなのも出てるしね、本当にこの上ランク、この上になるといきなりもう6万7万10万20万でいけない、どんどん値段が上がっていっちゃうんですが、お手頃価格だったので買ってしまいました。オーディオ機器なんかもちゃんと出てます。マイクですね。USB マイクってのがいいんだよな。それからミキサーね。はい。あとオーディオインターフェースっていうのも重要ですよね。あとモニター用のモニター用のレコーダー。モニターもできるレコーダー。そうなんです。あとエンコーダー、配信用 PC なんていうのもあります。さっきあった OBS もソフトウェアの中でエンコードするんですけど、こういったハードウェアがあるとやっぱりいいかもしれないですね。そう。ある意味カメラとエンコーダー、配信用 PC っていう、パソコンの手をしてないんですけど、配信用のボックスみたいな感じで、もう撮って即配信っていうことができるやつもあります。あと周辺機器、さまざまなもの、本当に、あ、すごい、これジュンズさんのちょっとポンとかも出てます。これちょっと気にしてた。離れたところで映像を撮るときに、どうしても今まではケーブルでやってたんですけど、それを無線で映像信号を飛ばそうって機械も実は持ってあります。あとは、投稿動画コーナーいいですね。それからこれがすごい、動画編集ソフトって、特にパソコンの動画編集ソフトっていうのは、アドビプレミアっていうのが一番なんですけど、
あとは本当にまあ、ビデオ編集用のソフトっていうのは Windows 用にもたくさん売ってますし、それから Mac 用は iMovie っていうのがあったりとか、 Mac 用だとさらに本格的な Final Cut Pro なんてあるんですが、これね実は結構いいのがあって、ダヴィンチリゾルブっていうビデオ編集ソフト、ね、これがねブラックマジックっていうこのねこれを出してるブラックマジックって会社のやつなんだけど、これが、ね、なかなか優れものっていうので、実は注目をしています。他の編集ソフトと何が違うかっていうとね、とにかくね作業効率を上げようってことに関してはねすごくよくできてますよね。プレミアもそうだしファイナルカットプロもそうなんですけど、常にどの操作もできる状態になってる。カットもできるし音も入れたり何もできたりっていろんな動作が同時にできるようになってるんだけど、それが逆に作業効率を遅くしてるんじゃないかっていう発想があるのかな。このダヴィンチリゾルブってすごいのは、まず取り込もう、まずカットだけしよう、で次にタイムラインを並べよう、そんな感じ、その段階なんですよ。なんていうのかな、うん、このステップやったらこっち、このステップやったらこっち、今はこの作業だけに集中しようみたいな、そんな作り方をしている編集ソフト、ダヴィンチリゾルブ。これで結構ね、これが注目かもしれない。で、それが、その使い方がね、連載で出てます。もうこれ8号になるので、今8号だから、1月号か、1月号から始まって、毎月この、ダヴィンチリゾルブの基礎実践講座っていうのがありますね。それからドローンについても書かれているな。あとは本当にいろいろな情報が出ています。記録のページもなかなか面白いですね。インタビュー記事があったりとか。映画作家主義ですね。機材レンタル屋さん、あ、日々精進撮影部、機材レンタル屋さんに登録していますかっていう、これもいいですね。なかなかね、高い機材使いたくても買うわけにはいかない、でもレンタルするにどうしたらいいのっていうアドバイスがあります。結構ね、この辺 YouTube とかビデオサロンのサイトとかね、連動記事とか出てるのでいいかもしれない。というわけで、ビデオサロン2020年8月号ライブ配信の教室、これ結構ね、これから動画をライブで 生配信しようという方にはこれすんげえ勉強になります、参考になります。定価1300円プラス税金なので1430円かな、これね、そう1430円です。これはい、Amazon でめちゃくちゃ高い金額で買う必要はないと思ってます。定価1300円プラス税金1430円で買える本です。まだまだこれからこの YouTube ライブ、それから、まあ、YouTube に限らずライブ動画のライブ配信ニーズってこれからどんどん増えてくるような感じがします。撮影して編集してっていう、まあ、ちゃんとパッカンパケ作ってっていう動画もあれば、こういうライブ配信での動画もあります。その時にこれはすごく役に立ちますね。ビデオサロン、繰り返しますが、ビデオサロン8月号、2020年の8月号です。おすすめ。